自分のことを言葉だけじゃなくて、いろんなことで表現できるようになったらいいなと思います。やっぱりこの広い園庭かなと思います。毎日子どもたちも園庭で遊べるのを楽しみにしているので、ここの広い園庭で太陽いっぱい浴びながら元気に遊んでいるのがいいことだなと思ってます。子どもたちを主体に考えて、こう想像力をこう引き立たせるような声かけと、いいことも悪いこともすべて柔軟に吸収していくので、子どもたちのお手本になるような行動態度っていうのは気をつけてます。働きがいはすごいあります。去年は年少さんを見てたんですけど、やっぱりできないことがすごい多くて、で1年経つとできることがすごい多くなって、それを見るのが楽しいなって思います。潮流寺幼稚園は広くて子どもたちも明るくて一生懸命楽しく遊んでおります。ぜひ幼稚園に遊びに来てください。よろしくお願いします。